耳たぶの拡張、上唇の身長を行っているマコンデ族の女性マコンデ族は、タンザニア南部からモザンビーク北部に住むバントゥーゴ族の部族、木彫りの伝統を持つことで有名。マコンデ語の他両国の公用語のスワヒリ語もしくはポルトガル語を話す。過去から木彫りを部族の伝統としており、現在でも木彫り職人の多くがマコンデ族である。入れ墨は、 期待途方に波型のパターンを指し、女性は上唇に穴を開けて棒を通す習慣があった。制御として農耕を中心に狩猟や漁労も行っていた。その他キリスト教にちなんだものやアフリカ大陸の形をしたものなど常に新しいものが生み出されている。大昔に現在とは別の場所から移動してきたのだと言われている。1905年のまじまじ判断には、 北のマコンデが参加し、南のマコンデは、不参加だった。ルクレディの伝道所の襲撃に失敗した後、裏切りによるリーダーの処刑があった。ドイツ側のヤオ族には捕虜を取られ、財産を押収された。アフリカの都市と呼ばれる1960年以降、アフリカにおける西側諸国の植民地の各地で、独立運動が展開された。ポルトガル植民地であった。 モザンビークのマコンデ族のうち、白人入植者の農場の拡大に圧迫された集団が北上し、ロブマ川を渡り、タンザニア領内へと移った。彼らに対し、タンザニア拠点を提供し、ソ連は武器と訓練を提供して、ゲリラ兵としてモザンビークへと送り返した。モザンビークでは、マコンデ族のゲリラが大きな問題となったため、 白人農場主とマコンデ族の指導者たちとの間で会談が行われた。この会談は失敗し、混乱した会場を収集するために、ポルトガル軍が発砲したため、複数のマコンデ族指導者たちが射殺される事態となった。結果、闘争の拡大を招き、その後の独立戦争へと引き継がれていった。現在このマコンデ族の武力闘争が、 モザンビークの初期の独立運動として位置づけられている。ありがとうございます。